おはようございます。アトリエ花車、花です。今日は、冬の蝶をちょっとデザインしてみますね。どういう感じで作りたいかっていうのを、絵は下手なんですけどね、ちょっとオリジナルで描いてみます。だいたい、あんまり大きくても気持ち悪いので、20×20 にしてみます。で、一応アバウトにね、ここにどういうふうに入れていくかっていうのをやってみますね。と、まずまあ、ここら辺に、と、蝶々の羽ドーンと着たいので、こんな感じで描きたいと思います。で、まあ、蝶々、羽が4枚ですね。で、これ3枚です。これ以降、これの反対側の羽をしたいと思います。まあ、ここで、こういう風につけて、これを、ここに体が来るようにして、ここも、あ、同じようにカーブつけて、できれば、なんかこういう感じですよね。でも、こう来ると、ちょっと、この羽をもっとドーンと大きくしたいんですよね。できれば。もうここまでこの羽にしたいなと。そしたら、着物地の大きいところをボーンと取れますね。こんな感じで、ちょっとここにちょっと小さい羽、2枚目の羽ですね。で、こうなるかなと思うんですけど、で、ここはもう布のね、模様でいろいろ蝶々のイメージにしたいなぁと。と、これをね、まあ、パターン化していきたいんですよね。で、これがどうなるかっていうと、ちょっと、まあちょっとこういうパターンにしていくと、どういう風に引いたらいいかなと。こう24はもう気持ち悪いぐらい大きくなるんで、これをやっぱり20ですね。となると、これ20で、まあこういうイメージで引く。これはもうアップリケとかだったら簡単にいくんですけど、これをね、パターン化するっていうのをちょっとなかなか難しいかなと思います。それでね、ちょっと引いてみたんだ。
どっかに分からなくなった。ちょっと探してきますね。さっきちょっと途中でデザインを引いたのをちょっと何枚か持ってきたんですけど、これね、これが初めに、蝶のイメージで引いていきました。それでね、次はね、パターン化したいんですよね。アップリケだとちょっとなかなか大変、デザインが大変なので、で皆さんに描いていただくのにパターンだったら引きやすいと思いましたので、一応まあ大きい羽と羽と羽とっていう感じで 20×20 でやって、だいたいね、イメージね、こんな感じかなっていうので、で改めて引き直しました。でこれがね、ちょっと濡れたりしてますけど、こんな感じですね。まあこれからこういう風になって、これでかなり蝶々らしくなったと思うんですけど、でね、一応本格的に引いたのがこれですね。これがあ、蝶々に見えへんかなと思いますけど、まあパターンって言うとね、私の頭の中では、あ、もっとわーっとしたのにしたかったんですけど、24センチだとね、ちょっとね、大きすぎてね、こんなくらいになる。ちょっと蝶々あまりに大きいですね。やっぱりせめてこれくらいだったらまだ許せるかなと思って、でもベッドカバーなんかにね、あのドーンといってこれラティスつけたりしながら、いろんな布で2m50-60ぐらいにしていくと、これぐらい大きくてもいいんですけどね。で、これがね、型紙的にはもうこれでやってみたんですよね。こういうふうに、ちょっと、そう大変でもないですね、これだとね。まあ許せる感じかな。こういう風にこうつないでいきますね。つなぐのはね、こうなっていくと、こことこれくらいですからね、これとこれとここをつないでっていう感じになりますからね。ちょっと説明、それではね、これはこの後でします。で、これのねパターン引きますね。で、私が制作したのはこれ、金沙ちりめんの、これは使いたいなと思って、大事に置いていた大正時代の金沙ちりめんですね。で、これをね、
こういう感じで、ちょっとおしゃれになったんじゃないでしょうかね。どうですか？ここね、まあ冬の城なんで、そんなにひらひら鮮やかなっていうよりも、ちょっと寂しそうな、冬の風の中でちょっとようやく動いてるくらいの、か弱そうなイメージですね。で、ここはね、この布はね、これたまたまメルカリで買ったんですけど、これ銀色でちょっと雪の世界というかね、で、梅の花だし、なんか、ここまはぎとか言ってますけど、まあ冬の蝶って秋からの蝶だから、蝶の寿命とかちょっと私知らないんですけど、それでね、こんな感じでやってみました。この布ももうこれが精一杯でしたね。こう結構汚れてたんですけどね。でももうこれはこれでこうやって使って残していきたいと思いましたので、もう初めから今回はこの布でやろうかなと思ってました。でね、サイズ説明しますね。これは今回はだから20×20にしました。パターン名、冬の蝶。ナンバー12。1月12日です。で、20×20 引いていただいて、それから、まず、ここの角から9センチです。ここ9センチです。で、ここは10センチです。でね、次ね、ここ、下からね、こちらの角ね、下からね、7と7のとこに斜線入れます。と、この三角とこの三角が出ました。そしてね、次ね、この斜線のね、斜めのところに、2センチ、2センチ、2センチって印入れてください。こういうふうにね。で、ここからね、ここ、6センチです。で、ここに印。4センチのここに印。で、この2センチ、上から2センチのところに、この大きい羽、ここ、引きます。で、この羽ね、ここの9センチのところに引いてるので、これで、ここから、次ね、ここ5センチ下がったところと、ここの2センチ下がったところと引いてください。で、ここの5センチ下がったところから、この線に3センチ、これですね、の印入れてください。で、横にもう1個1センチ入れてください。そしたら、ここを引くと、この羽ができましたね。この台の羽がね。で、次、ここですね。この四角。ここ3センチ引いたところから、この1センチ、ここ1センチのところに斜線引いてください。で、2センチ下がったところに、ここ。入れます。で、これは、ここから、
1センチあります。ここから5センチいったところです。5センチのところ、2センチと5センチのところを結んでください。で、次ここから5センチのところから、さっきのこの斜線の下の2センチのところと結びます。で、この下の羽ができました。そしたらここが1センチ、ここ5センチで、これ6センチありますね。で、次ここさっきの7センチのところが、ここから7センチですね。これのこの下のこれのここがね、バックの7になります。で、ここがバックの8になります。で、今度ね、これ引いてません。これの2センチのところから上6センチのところです。6センチのとこ直線引いてください。ここね、この点からね、直線でね、物差しなくなりましたね。ここね、直角引いてください。物差し当ててたら、もうここの羽がシャキッと出るんで。でね、これでサイズみんな出たと思うんですよ。借金のです。何回も言いますけど。で、羽ですね。この羽、蝶の羽、ここ羽台ですね。で、ここ下の羽ですね。で、ここ上の羽ですね。そうしたらこれ羽が出ましたね。これでね、これで蝶ができましたね。で、縫うときまた説明しますね、本体はね。で、後ろですけどね、後ろはお好みというかね、まあ蝶がこう生きてくるような布ですかね。で、ここがバッグですね。ここもバッグですね。ここもバッグ、ここもバッグ、ここもバッグ、ここもバッグですね。すると、もうこれでバッグができてしまいました。で、つなぐのはね、これはもうつなぐのはミシンでもね、つなげますね。距離がそんなちっちゃくないし。これでね、これ型紙ね、なんかね、いただき物のお菓子の箱とかね、そういうのにこういう工作用紙じゃなくて、方眼紙の100均で売ってますね。こういうので書いて、で、破って、で、工作、お菓子の空き箱とかね、そういうのの薄いのに貼ったらいいですね。そしたら、あとね、これからね、まず、これ、一番のこれを、どのあたりで取るかっていうのを、ちょっと、この、研究、こうちょっと、布上からかぶせて、こうやって、ちょっと動かしながら、ああ、この辺が一番これがいいかなっていうようなところ、このまんま裏からこう取るといいですね。裏からこうやって取るとね、そしたら、
これこのまま普通に取っていくと反対向きの蝶々になりますね。反対は反対向きでもいいんですけど、あといろんなとこがめんどくさくなるので、でこれ取れました。まあ本体、次これもね、ここもね、どこで取ろうかなっていうのを一応最初に取っとくといいですね。それでね、つなぎ方は、まずここですね、ここつなぎます、こうですね。で次これくっつけます。で次ね、ここめんどくさいとこ行きましょうかね。まずこれとこれ、これとこれ縫います。次この小さいの、これめんどくさいですけどね、ちょっと縫い代ね、この外側はね、だいたい1センチくらい取っとくといいんですけど、まあ 0.7 くらいでもいいですけど、この外側はね取っとくと、ここの印しっかり入れとくと、ここつなぐときつなぎやすいです。でこれできました。次この角っこですね、ここも、まあ後でこれ説明しますけど、ちょっとでこれ次はここ、これとこれですね、これとこれつなぎます。でその次ここがきます。そしたらこれ3つに分割したのができます。それ今度これとこれつなぎます。次これつなぎます。で最後がこれですね、最後がこれで、それでつなげました。で折り、これね、ちょっとあちこちさせますけどね、これですね、ここつなぎました。次ここつなぎました。でここができました。で次ここつなぎました。次ここつなぎました。で次ここですね、ここつなぎました。とこの一角ができました。で型紙取るときはね、あんまちょっとここも説明しますね。ここもこれとこれつなぎました。でここをつなぎました。でこのできましたね、これ3つを合体させたら、あとここが最後で出来上がりですね。これはもう簡単です。それからね、このここね、このさっきちょっと言い忘れましたけど、この外みんな直線ですね、ここ直角です、ここ直角です。でここ直線、こっちも直線、下も直線ですね。これが綺麗にいってなかったら、結構こうこの角角が多いんで、ちょっと狂ってくるかなと思います。でね、あとはね、この畳み方ですね、もうもちろんこの羽が一番上に来るように、これが下で、これバックがもう全部下ですね、一番下ですね。でこの羽があって、これもこっちに折るように
これもこっちに折るように、ここもこっちに折るようにすると羽が浮き上がってきますね。それでね、この最後のこれはね、ちょっと縫い代のここがたくさんになるので、これを本当はここを上に来るようにし折る方が楽なんですけど、上に来るように折るとね、ちょっとここがこの胴体、やっぱり胴体言うんですかね、ちょっと芋虫みたいな形に、これね、ちょっと布を楕円にね、切ってね、ここをつけるときにはめ込みました。ちょっとしつけかけてね。で、ここに、まつりつけてます、ここ。ここだから輪ですね。輪のところです。だからこうはめ込んでますね。で、これはもう、アバウトに自分で書いてください。鉛筆で書いて、鉛筆じゃなくていいですね、あの消えるペンで書いて、それからここ刺繍と2本取りです。で、まあやりやすい方からこうステッチしてきたらいいですね。で、それでまあ蝶々に見えましたか？私はちょっとかなり満足してるんですけど。でね、ちょっと待ってくださいね。やっぱりこうかな。こういう蝶々、たくさん蝶々が見えますかね。ちょっとこのくらいにする方がいいのかな。あ、見えてますね。これでこういう風に蝶々がちょっと生き生きと元気そうですね。一応ね、これでね、30分近くなりましたのでね、一応これで終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。アドリウェ花車花でした。今日も良い一日をお過ごしください。それでは。